一方、先月の都議選で小池知事が率いる都民ファーストの会と選挙協力をし公認候補者23人全員が当選した公明党の山口代表がきょう日本記者クラブで会見を開きました山口代表は地域政党である都民ファーストの国政進出について国民の大きな期待感はないとしました 批判があるとしても政権の受け皿たるべき勢力に支持が向いているかというと必ずしもそうではないえ、民進党の支持率は上がりませんしえまた、都民ファーストはあ一躍議席をおおお大きな議席を獲得したもののお国政進出についてはあ大きな期待感があるわけでもありません。山口代表は 国政と国政は次元が別だとして国政において自民党と公明党の連立政権を揺るがせてはならないと一貫して主張しているとし今後も国政で自民党と協調していく姿勢を明確にしました。